皆さんおはようございます。ガーデニングチャンネルの奥山茂です。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。寒さ厳しい今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。このチャンネルは四季折々の花々のご紹介や庭作りを通して園芸やガーデニングの楽しさを皆様と分かち合っていこうというチャンネルです。今回は2週間に1度日曜日の朝にお届けしておりますガーデニングラジオです。私の庭で咲いている花々を写しながら、誕生花の話からガーデニングや季節の話、ちょっと前向きになれる言葉のご紹介や、私の身の回りに起こった皆さんに聞いてもらいたいなと思ったことなどをお話しさせていただいております。ラジオと銘打っておりますので、耳だけでも楽しめる内容にはなっておりますが、よろしければ映像もご覧いただきながら、なんとなく耳を傾けていただいて、忙しい朝の一服の清涼剤になれたらなと考えています。本日1月15日の誕生花は小手まりです。本日誕生日をお迎えになった皆さん、おめでとうございます。小手まりは中国原産のバラ科下野属の落葉低木です。開花期間は4月の中旬から5月の中旬頃まで。耐寒性も強くて対処性も強いたくましい植物です。小手まりという可愛らしい名前の由来は、小さな花が丸く集まって手まりのように見えることに由来しているようです。私のガーデンにも小手まりがあると思っていたんですが、私が小手まりってずっと思っていた花はですね、実は小手まりではなくて、小手まりによく似た花を咲かせるアメリカ手まり下野だったっていうことが昨年判明しました。もういつ植え付けたかも覚えていないくらい初期の頃から私のガーデンにはあったんですが、なぜか小手まりみたいに花たくさん咲かないなって毎年思っていて、で昨年改めて調べてみたら、小手まりではなくてアメリカ手まり下野という植物でした。花は本当に小手まりにそっくりなんですけれども、葉っぱが若干違うんですよね。葉っぱは銅葉でとても美しくて、庭にシックな雰囲気を醸し出してくれています。そろそろ寒肥を施す時期なんですが、まあなかなか寒くて作業は進んでいません。この小手まりはもともとは中国から渡来しまして、江戸時代初期から観賞用に栽培されてきたようです。江戸時代の人たちと同じ気持ちで同じ花をめでられるっていうのもちょっと素敵ですよね。突然ですが、皆さん嘲笑っていう歌はご存知ですか？北野武さんが作詞をして、玉置浩二さんが作曲をした嘲笑という歌があるんですが、私大好きな曲で、その歌詞の中に100万年前の人と今私たちが見ている星空はほとんど変わりがないっていう歌詞があるんですね。なんかそれと同じようなロマンを感じます。江戸時代の人と令和の我々が見ている小手まりはほとんど変わりがない、まあ、そういう花は小手まりに限らずたくさんあると思うんですが、花をめでる気持ちを100万年後の人々も持っていたら素敵だなって思います。小手まりの花言葉は優雅とか上品、そして友情という花言葉を持っています。小さな花が寄り添いながら共に手を取り合って固い絆で結ばれているっていう風に見えることから、友情という花言葉がついたようです。まあ、友情といえば、私はですね、それほど友人が多いわけではないんですけれども、まあ、でも親友と呼べる友人は何人かいます。ただみんな遠くに住んでおりまして、アメリカとか中国とか、まあ、日本国内でも秋田とかに住んでいるので、なかなか普段は会うことができません。まあ、でも
会えば会ってなかった時間が嘘かのように自然に昔のままの関係に戻れるっていうのが、まあ親友なのかなって思います。せっかくなので友人の結婚式でのエピソードを一つご紹介しますね。まあもう結構昔の話なんですけれども、その友人が結婚することになりまして、で私も披露宴に参加しました。披露宴が楽しく過ぎていって、いよいよお開きを迎えるその直前に新郎である友人が挨拶をしました。まあ、仮に新婦の名前を A 子さんとしましょうか。一般的な新郎の結びの挨拶といえば、ゲストの皆様方への感謝の気持ちを述べた後に、新婦のご両親に向かって、今まで A 子さんを大切に育ててこられたご両親に代わって、これから私が責任を持って A 子さんを守りますとか言って、こう高らかに宣言することが多いんですね。でその友人も同じような形でゲストの皆さんに挨拶をした後に、新婦のご両親に向かってですね、今までお父様お母様が大切に育ててこられた A 子さんを、これから私が責任を持って育てますって言ったんですね。何を間違えたか、守りますを育てますっていうふうに高らかに宣言していました。まあ、会場は大爆笑でしたね。思い出に残る披露宴でした。そんな友人が3月に帰国する予定です。今から会うのが楽しみです。ではここで最近のガーデニングリポートを少し。まあ、とにかく毎日寒いですね。庭に出るのも二の足を踏んでしまいますが、まあ、ただやるべきことは結構こんな寒い冬でもあるんですよね。私はまだつるバラの誘引も終わってないし、梅ですとかブルーベリーの剪定もしなければいけません。寒さに負けて先延ばしをしているっていう状態が続いています。でも覚悟を決めて庭に出てみると、副樹草の芽が出ていたり、スノードロップの芽が出ていたり、種から育てたビオラが開花して綺麗な花をたくさん咲かせ始めてくれていたりと、新しい発見もあって、いつしか庭作業に没頭して楽しい時間を過ごすことができます。まあ取り急ぎ来週中にはつるバラの誘引を済ませたいと思っています。では今後の YouTube について少しお話をさせていただきます。最近はガーデニング系の YouTube のチャンネルも増えてきて、まあ、いろんな方々がこう素敵な映像などアップしておりますが、私のチャンネル含めてなんとなくこう内容も似てきているなっていう印象があるんですね。まあ、そんな中でなんとかやっぱりオンリーワンを目指したいなと思いまして、新しいシリーズをスタートさせることにしました。題してガーデニングチャンネルの園芸予備校というシリーズです。これはですね、園芸にまつわるさまざまなことを分かりやすく説明して、より園芸が楽しくなるような、そんなシリーズにしていきたいと思っています。私もそこまで園芸に詳しいわけではないので、勉強をして、その勉強した知識に今までの経験を少し加味してお話をさせていただくつもりです。ちなみに園芸予備校1時間目の授業内容もほぼ決めています。ガーデニングラジオを聞いてくださっている皆様にはお伝えしておきますが、1時間目は霜についてです。なぜ霜が降りるのか、霜ってそもそも何なのか、なんで軒下だと霜は降りないのか、
まあ、この辺をですねお話しさせていただこうかなと思っています。まあ皆さんよくご存知の方々も多いと思うんですが、私自身、まあ、霜は軒下に置いとくと降りないなとかっていうのはなんとなくは知ってるんですけども、じゃあなんでって聞かれた時にちゃんと答えられなかったんですね。なのでそれをちゃんと答えられるようにちょっと勉強しましたので、その辺をまとめて、お話をさせていただこうと思っています。ご興味のある方はぜひご覧ください。1月中には開校予定です。では結びに本日の言葉、本日ご紹介させていただく言葉は私が披露宴のスピーチで聞いた言葉です。その言葉というのはこういう言葉でした。隣のレジは早い。隣のレジは早い。これをですねスピーチで聞いた時にゲストの皆様方はちょっとクエスチョンマークでした。で私もなんで披露宴で隣のレジは早いっていう話をするのかなってちょっとクエスチョンマークだったんですが、スピーチを聞いていくにつれあ、なるほどなって思いました。スピーチの内容を要約してご紹介しますと、まあこういう経験をなさった方は多いと思いますっていうところから始まっていて、なぜか隣のレジの方が早い気がするものですと。で隣のレジで並んでいた人たちが支払いを終えて買い物を済ませているのに、まだあなたはレジの列に並んでいる。その時に大半の人は損をしたようなマイナスの気持ちに陥ったりイライラしてしまったりするものです。でももし隣にレジがなければきっとイライラすることもなく普通に順番を待って普通に買い物を済ませていたと思います。でこれは何を意味するかと言いますと、他人と比べること、これが不幸の始まりなんですっていうふうにおっしゃるんですね。このレジの話をした後に新郎新婦に向かって、あなたたちは誰かと比較しながら家庭を築くのではなくオリジナルの家庭を築いていけばいいんですと、気にするのはよその家庭ではなくて自分の振る舞いや一緒に暮らすお相手の方です。ぜひよその家庭を見るよりも自分の家庭をよく見て家族の変化に気づいてあげてください。それが家庭円満の秘訣ですっていうふうにまとめてくださいました。似た言葉で隣の芝生は青いっていう言葉がありますけれども、なんかその隣の芝生は青いっていうことわざを引用されるよりも隣のレジは早いっていうふうに変えてくれた方がなんかスッと耳に入ってくる気がして、あ、なかなかうまいなというふうに思いました。もし今日お買い物に出かけて隣のレジが早いなと思ったら、まあ、その待ち時間は神様がくれた自由時間だと思って何かに思いを馳せてみたり楽しいことを考えてみたり家族のことを考えてみたりしてはいかがでしょうか。きっとあっという間にあなたの番になると思います。ということでお送りしてまいりましたガーデニングラジオ、次回は2週間後ですので1月29日にお送りする予定です。その間に通常のガーデニングチャンネルの動画もアップしていきます。ちなみに次回のガーデニングチャンネルはですね、室内ガーデニングということで、ガーデンから掘り上げて鉢に植え替えて室内で管理している株たちが今どうなっているかとか、あとは水差しの発根状態をご紹介するのと、それと水差しからの鉢上げとか、あとは水差しにちょっと液体肥料を入れてみるみたいな、そんな動画になると思います。よろしければご覧ください。最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。
ぜひ素敵な日曜日をお過ごしください。ではまた。